ウアレリアメッサリナは、ローマ皇帝、クラウディウスの皇妃。父マルクスワレリウスメッサッラバルバトゥスと母ドミティア、レピガの間に、一人娘として生まれた。父方の祖母は、ショーマルケッラ。母方の祖母は、ダイアントニアであり、父方、母方ともヒーババは、ショークタミィアとなる。家系としては、父方、母方ともに、由緒のある家系であったが、それ以外のことは、 よくわかってはいない。38年にクラウディウスと結婚する。この結婚は当初からかなりの年齢差があり、クラウディウスは40代後半、メッサリナは20歳にもなっていなかった。結婚に至るまでの事情についてはあまりよくわかっていない。ただ彼女はとても裕福で、カリグラの周囲でとても目立っていたということだけはわかっており、 またカリグラはクラウディウスにとって老いであったので、おそらくは、先代の皇帝との関連を強めるためにも、メッサリナとの結婚は必要であったのだろうと思われる。この結婚で二人の子供が生まれる。オクタウヤとブリタンニクスの指定である。41年1月24日にカリグラが暗殺され、親衛隊により、クラウディウスが皇帝に推挙された。クラウディウスの妻であるメッサリナは、 公費となった。後世のメッサリナへの評価は非常に低く、スエトニウスもタキトゥスも筆で厳しく彼女の冷酷さ、強欲さ、おろそかさを非難している。彼女と同年齢の女性はもちろんこの時代、客を誘っての会食、宴席を楽しんでいたが、メッサリナは愚かにも、この種の他人の交わりがどう越して、自分の性欲を満たすほどにまでに及んだ、と強調して述べている。 よく後世に伝わっていることでは、メッサリナは、ローマの下船な売春宿に、スキラという名前で一晩中、男たちと交わり続け、ある時には、夜明けまでに二十五人もの男を相手にしてもまだ、物足りなかった。すなわちメッサリナは、疲れてはいたが、満たされてはいなかったらしい。また彼女はクラウディウスをそそのかし、彼女を不快にさせた者や彼女の敵対者を、処刑させたりもした。 強欲さ、冷酷さの代名詞として、彼女の名、メッサリナが使われたという。48年に、メッサリナは、元老院議員のガイウス・シリウスと結託して、クラウディウスを殺害しようと図り、そして、シリウスと結婚までしてしまう。シリウスも既婚であったという。彼女は、ほとんどの元老院議員が、自分の側に回ると確信していたが、計画は、クラウディウスの側近。 ナルキススの耳に入り、シリウスとその取り巻きは即刻処刑される。メッサリナはクラウディウスから自殺する猶予を与えられたが、自分で死ぬことができず、命を受けた者によって殺された。メッサリナが死んだという報告を受けた時、クラウディウスは夕食の最中だった。報告の後に彼は、もっとワインが欲しいとだけ答えたという。クラウディウスとの間に一難一情も受けた。 ありがとうございます。